水は食事の時以外禁止。うん、これはもう時代やね。そうですね、うん、水は食事の時以外禁止。僕らの時は食事の時も禁止です。飲む時がないです。禁止っていうか、寮の中で飲んでいい場所っていうのが決まってる。洗濯場の水が1年生、2年生が食堂の冷水器を使っていい、3年生になると、まあ、冷蔵庫の中にこう麦茶作ってあんねんけど、その麦茶を飲んでいいっていうのが決まりやから、だから1年生の間はその食堂の麦茶とかそんな飲まれへんよね。洗濯場の水でガーって言って食後終わって先輩らが引かれてから飲んだりとか。だから冬かな。まあ水以外のもん飲みたなるやろ。それはね、やっぱり飲みたくなりますよ、ね、で練習バーン終わって1年生はダッシュで寮帰って部屋掃除したり食事の準備したりせなあかんから、ブワーって上がれるやつは先上がるわけよ。ほんなら寮に入っていくの、スパイクとかを置いてるところに大きな夜間が2つぐらい置いてくれてあって、あでコップも置いてあって、うわーって言って、ほいお茶飲めるぞとか言って、全員で何人かが「おい早く次出せ!」とか言いながらバーってやって、ガーって飲んでしか「うわー!」って吐いてやな「イソジンやこれ!」言うて「なんでやねん!」言って、もうめちゃくちゃもうこの辺までもう麦茶飲めるっていう気分になっとったから「おい!」言ってした記憶未だに覚えてる。俺シーンも覚えてるわ。その言うたらこれが影ですよねそうそう、影したかったんやな。麦茶が飲みたいや。なるほどね部屋に入るときはノック2回、1年生丸々入ります、失礼します、こんばんは。時間によって声の大きさを変える、うんうん、まあそりゃそうやな。まあ必ず入って1年生何に入ります、失礼します、こんばんは、やな。あれですよね、こういうのをやってるって社会人になったときすごく役立ちますよね、こういうところ。うん、でもって大学行ったりとか面接の時ってとか、ね、あ、うん、そういうもんなんちゃうの。でもそれだって別に野球っていうことではないもんね、あんまり。部屋にいる時は基本的に正座、上級生に崩していいよと言われたら、はい失礼しますと言って三角座り。うんうん、そうやね、そう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 、正座で失礼しますで入って、自分の部屋から行った時も最初正座、次に映像って言われたら体育座りで、映像って言われたらこれで布団の上にこう寝そべってこうなるで、映像って言われたらそれを外しておやすみなさいませって言って布団に入るっていう順番があった。1年生の仕事が終わって、うん、先輩がもう先に寝られてたらどうなるんですか。寝られてたらもうこそっと、あ静かに、うん、静かに寝たらいいと思う。でもまあ一応しきたりとしてはそういうぐらいの順番あんねんぞっていうのは教えていただいて、実際そこまでの段階を全部踏んだって言ったら1回か2回違うかな。あもうだから、まあ、最初、うん、最初の部屋に入った時にで一応教わって、こんな風にはあるっていうのだけは教えていただいて、もうええぞええぞって言って、だいたいそんな感じに俺らの時はなってた。ええぞええぞって言って、うん。手を上げる時は親指をしまう。ああ、親指しまわんとやっぱ偉そうやね、偉そうやから親指はこうまっすぐね上げて。偉そうなんですね親指。親指見せてあげたら偉そうなんですよ。懐かしいわでもそれ。はいっつって歩くときは足音を立てない。ああ、うるさかったらあかんからな。でもそんなんはでもルールとして俺らの時は別になかったけど、うん、まあ常識というか、そう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 やな、ドタドタ歩いたらな、うるさいからな、休んではんのに。言葉は略さない。あ、何時何分とか。そうですね、なんか6時半を打ってはいけないみたいなこと書いてあるんですよ。はい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 、うん、あ、半はダメやな。普通に言いますけどね、うん、何時30分です、今ちょうど4時半ですけど、ああ、だから4時半ですけどっていうのもダメなんですよね、うん、ダメね、偉そうやねそれは
君はそれは偉そうやなっていう、ちゃんと正しく言いましょうっていうな、うん、上級生にジュースや道具をいただいたら翌日、昨日はごちそうさまでしたとお礼を言う。ルールじゃなくてそれも当たり前やろと思う。だからルールとしてかかなんか教えられたっていうのは別にないかな。あ、漫画に出てくるあれで言ったらノートに書いて、はいはい、そうです。なんかな、あれそんなんではなかったで。あ、先輩らが話してるのを聞、こういう決まりがあるよっていうことを教えていただいて、それを聞かせていただいてやるっていう。でその中にそういう、うん、である一定時期から野球に日誌をちゃんと書くようになるけど、その時もルールとして野球日誌に書く言葉の内容っていうのは全部させていただきますっていうふうに書くようにっていうのは教えていただいて、そうなったかな。本日は練習させていただきました、このことについてこういうバッティングさせていただきました、そのことについてこうこうこうでっていう疑問を思うこととか書いたりとかっていうのをやっていくけど、全部全部野球日誌の内容はさせていただきましたよね。はあ、礼儀に厳しいですね。この礼儀には厳しいね。こんなことまで、こんなところまでっていうところは、うん、いっぱいあるとは思うけどな。まあでもこんなとこまでやるんかっていうところまでやっといたら、あとは緩くなるだけやから。そうですよね、楽は楽よ。社会だと絶対それよりきついことなんで、うん、ないよね。当然女性見るの禁止とか言われる会社なんてないですからね。ないからね、ないし。だから食事とか、まあ食事行ってもな、そういうのでこう礼儀みたいなんで、3年生に巻いたらおかわりのタイミングとかも見とかなあかんわけよ、うん、1年生は寮で。だから3年生が食事されてて、あ、麦茶がなくなるよなと思ったら、もうちょっとその前ぐらいにパッて行って入れてきますっていうような状態になってなかったらあかんわけや。一番あかんのはもうここへご、あの茶碗っていうかラーメン鉢みたいな頭バンって置かれて一番あかんねん。3年生がおい気づかんのかってなった時にこうラーメン鉢バーンって置いたりするんだけど、おお、そしたらもうあっって、こんだけの人数をってなぜ気づかんっていうことやんか。でもそこがこうなんか洞察力になっていったりとかさ、あそこでこれがいるよな、こうなってるよなとかっていうところは、ああいう中でやっぱり養われてはいってんねんから。野球もね、やっぱり視野が広くないと、うん、特に内野とかピッチャーとかもね、うん、ああなってるこうなってるっていうのは見えないといけないですもんね、うんうん、だからこの前あの大輔のお店行って、清水孝之さんの同期の方と一緒に食事させていただいて2階の部屋行かせてもらったけど、早かったやろ大輔が。先輩方が壁側にいらっしゃる方がおって、でそれで、清水さんは壁じゃない方の席座られていってた、しばらくしたらもうすぐ座椅子持ってきてたやんか、ね、背もたれあるようにっていう、はい、ああいうところが、うん、洞察力というか気が利くっていうのもそうだし、目上の方にはそうやってちょっとでも楽な状態でっていう風にするしていただくっていうところはやっぱり寮生活の中でやっぱ培ってるわけやから。ちなみにバトルスタディズにも清水さんが、ああね、ああ、出てあるし、肩が出てこられてるみたいですけど、そう、まあそれはちょっと呼んで誰かを探してほしいですけどね。呼んでほしい。まあバトルスタディズがね、ちょうど PL 学園が廃部になっていくというかっていうような感じのタイミングの時にこの本が出されていってっていうのでさ、これはもう個人的な思いやけど、中身としたらまあ厳しさもあるからさ、まあそういうのがあったのになんでそういう本が出んねんっていうことを思わはるっていう方もいらっしゃるみたいやけど、僕は名前が廃れていくところにこの本が出てくれたおかげで PL 学園っていうものが消えていかないようになんかこうものすごくしてくれてるっていうのもあるし、まあよりそのなんていうかな、これを物語にしていくっていうことに対する思いっていうかな、作品としてこれをやろうっていうところはやっぱりこの泣きぼくろくんの思いみたいなんがさ、なんかすごいあるから、なんか読ませてもらいながら自分のことも振り返りながらあの見てんねんけど、すごい面白いなと思って、ありがたいなと思って読ませてもらってます。また1巻だけでこんだけ話ができるんやから、これ2巻3巻って言ったらもうちょっとね、また量入ったばっかりですから、
あでも寮入ってないやしてくれないが一番おもろいんでね。いやけどこの後にあの初めて練習に入るとかね。あそうなんよね。そうだね。そういうところがあるんで、もしかしたらまた続編が来るかもしれないんで。読みます。はい。どっかのタイミングでやりましょう。あれね、ちょっとちらっと。うん。以上、バトルスタディーズ第1巻検証してみました。ありがとうございました。